アイカツフォトオンステージ始まるよ。はい、というわけでフォトカツのお時間だよ。4月12日から秘密のスターライトクイーン会、後半ということでドロップ報酬型のイベントが始まりました。ライブをプレイして難易度が高い曲がスコアメダルのランクが高いほどドロップする確率が高くなると。でドロップするフォトはこちら、ランちゃん、乙女ちゃん、そしてリサちゃんね。というわけでこのドロップ報酬型のイベントの時は、ツイッターでリクエストを受け付けますと、言っておりますゆえ、今回もイベントの、リクエストを受け付けました。僕の受け付けて、そして今回はちょっとユニットに入れるアイドルもね、リクエストがあれば言ってくださいと、募集したところ、まあいっぱいね、リクエストが来ました。まだまだリクエストも受け付けてますので、よかったら、ツイッターでねリクエストしてください。というわけで今回はこちら、まず Take Me Higher いきましょう。でちょっと伝説級がないでね、上級でいきます。で今回挑戦するイベントのユニットはこちら。はい、見て、水木様だっていや、スター、あ、なんかテイクミーハイヤーを水木様でお願いしますって言ったの。じゃあ水木様入れるか。まずピックアップのね、スミレちゃんを入れておきたかった。これでプラス 20% で、ピックアップの水木様を先頭に持ってくる。で、持っている水木様を全部詰め込む、ね、この水木様推しでいきましょう。完璧だよ。ちなみに今のはスミレちゃんの声。あー、ゴージャス、ゴージャスですね。なんか水木ちゃんがいるだけでゴージャスになるっていうすごい人だね。行きましょう。ポチッとな。テン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 。うわ、すげえな。すげえ、なんか右側にすげえゴージャス感漂ってるな。よし、行きましょう。まあさすがに上級だからね、さすがに上級ですから僕も失敗したりしないですよ。うん、若干危うかったけどね。まあまあ、応援してくれる。おー、スコア S メダル取れましたよ。というわけでこの後ドロップ報酬が来るか来ないか。来なーい、来なーい雪で心まで白く。はい、というわけで秘密のスターライトクイーン会後半、はい、リクエストに答えました。それではまた次回、バイバイ。